はい、どうも皆さん、こんにちは。サオでございます。本日はですね、シノアリスなんですけれども、まともにプレイできませんね。で、今ちょっと30分あるので、メンテまでに。やっと昨日全くゲームができなくて、今やっていきましょう。はい、まずはゲームシステムですね。ゲームシステムはですね、まずはね、ガチャですね。ガチャで、手に入る武器の中に、ジョブがね、キャラごとのジョブですね。キャラガチャではございません。武器、特定の武器を手に入れることによって、そのキャラの、ジョブが解放されるっていう形ですね。ジョブはね、今のところね、6種類ぐらいあるんですけど、リセマラだと、このジョブのついた武器を狙うっていうのが、まずは、最初ですね。他の SS を持っててもしょうがないかなっていう空気はあるので、今のところはジョブを狙いましょう。ジョブ以外の SS がいっぱい出てもやめる、リセマラをね、終了するのはお勧めできません。で、この卑劣の刃と、束縛の杖っていうのが、ピックアップ召喚されます。で、この巨猛の、なんていうのかな、なんとかことは、グレーテルってキャラの、ヘンゼルか。ヘンデルっていうキャラの、ジョブ武器になってるんですけど、今のところこれが、ボス戦で一番役に立つんじゃないかなと思ってます。束縛の杖は、星音のヒーラーでもまだこと足りるかなって。一応バフ持っててかなり強力ですね。で、おすすめがですね、グレーテル、ヘンゼルグレーテルは、確かにかなり強いんですが、序盤の進めやすさと汎用性の高さは、シンデレラが一番上なんじゃないかなって思っているので、シンデレラで始めるのが文句なしかなって思います。どれでね、最初に出た SS で始めてもいいと思うんですけど、シンデレラ使いやすいではないかと思ってます。とりあえずジョブのついた SS が出たら始めちゃっていいかなって思います。で、リセマラの最速の方法は、最初のダウンロードが終わって、2、3分で10連引けるので、そこで出ます、ジョブの武器も。で、20連リセマラはダウンロードを2回挟まなきゃいけないので、あんまりおすすめできませんが、ナイトメアっていう召喚獣みたいなものが出ますね。こちらのナイトメアですね。これ召喚獣なんですけど、この SS の召喚獣、ステータスに補正かかるので、SS の召喚獣を狙いたい場合は20連してくださいっていう形ですね。リセマラの解説は以上になります。で、肝心のゲーム性なんですけど、リアルタイムマルチって歌ってるんですけど、今ちょっとマルチやると落ちると思うので、普通にストーリーをやっていきましょう。ただストーリーもリアルタイムでマルチしてきます。フレンドが入ってくるか、本当にユーザーがたまに入ってくる場面が確かあったと思います。ちょっと頑張ってください。ローディングが怖い。こういうふうに、自分のね、操作できるキャラは真ん中のサオーって書いてあるキャラだけです。バーカ、いくよ、頑張って。ケーキをどうぞ。で、使いたい武器によってスキルがありまして、スキルを使用して敵を撃破していきます。で、このスキルの使用に SP っていうのがね、コスト、行動力みたいなものですね。で、この武器の方もデッキになっておりまして、セットしたね、武器使い切ると AP を使用して、デッキをね、回復させないといけませんね。このね、輪っか、キャラの周りにある輪っかがね、あると。あ、やべ、ちょ、やばいね。てかね、このゲームで、めちゃくちゃ大事なのが属性相性で、全然入んなくなりますね。属性相性悪いと。今、相手が火なので、この、シンデレラのね、モチーフ武器というか、今、ジョブ武器が全然効かないですね、ここ。火なんだよね。炎症のクールタイムがあるんだな、これやっぱ。で、武器補充しないといけないです。派手。よいしょっと、リシストされてますね。倒せました。これね、4勝あたりからめちゃくちゃ強くなる、敵が。本当にピノキオ4凸のアカウントもあるんですけど、
全然勝てなくなりましたね。まあ育成をね頑張るしかないと。まあバトルシステムはね結構単純、こんな感じです。次、装備、装備についてなんですけど、まあ、得意武器っていうのがありますね。得意武器っていうのがこの上のシンデレラブレイカーレベル3の下、得意武器が、剣になってます。でこの剣が得意武器って書いてあって、得意武器っていうのは何なのかっていうと、スキルがね強化されるらしいです。あの自分に合ったやつだから、剣染めとかがいいのかもしれないですね。でかつあの服、他にも装備できる武器があって、まあ横に装備かって書いてあるやつが全部装備できる。だからあのクレリックとかの職はあの別にありますね。これがソーサラーかな。あの装備できる武器が今こういう風に違うと思うので、まあガチャで当たった武器が全部装備できるわけではないっていうのと、ただなんですけど、この下気づかない人いると思うんですけど、サブ装備に変換するとここに、どんな武器でもね、あのステータスに補正かけるようで武器装備できるので、まあ使わない SS でも、自分のジョブでは装備できない SS でも無駄になることはないですね。ここでサブ防具、サブナイトメアって全部あります。でここを装備しとくと、ステータスに補正かかります。あの全部じゃないです、実数値で反映されるわけじゃないと思います。これあんまり変わらない、1000ぐらいしか変わんないですね、これ全部つけて。まあ、これもね重要なステータス補正がかける要素なので、これは必ず装備するようにしましょう。ちなみにですけど、このメインセットにするっていう、メインセットを変えると、ホーム画面のキャラが変わります。はい、はい、で次は強化システムですね。強化システムいっぱいあります。装備の強化はゲリラダンジョンで、特定の素材をゲットすることによって、こういう風にね選択して経験値を入れることできます。まあこれはもうどこにでもあるようなシステムですね。同じ武器で限界突破して、スキルレベルは同じスキルを持ったものです。申し訳ないです、間違えました。でまあ装備の強化、装備限界突破、装備進化、進化も素材ですね。ゲリラではなくと予備ダンジョンで手に入るもので、この素材が書いてあるんで、これはね集めて進化させて強化すると。でこのジョブ強化っていうのが、ジョブポイントを、熟練度か、熟練度を振り分けるっていうのがあるんですけど、まあ、こういう風にリセットしてもう一回振り直したりできるんで、まあ、これ気軽に振れますね。まあ、強化しましょう。まあ、結構恩恵もでかいんで、物理攻撃プラス100とか、シンデレラエリアで刀剣 30%。 これは物語の補正かってな感じです。あー、熟練度の上げ方は SP を消費することですね。あのいろんなところで、さっきの、武器のね、武器を使用するための行動力みたいなものって言ったやつ、 SP を使用することで熟練度が上げられます。まあ単純に言うとキャラいっぱい使用してレベル上げましょうってことですね。はい、お掃除です。ちょっと頑張ってください。回線で、お掃除はあの同じ色のねキャラをね、なぞることでコンボがつなげますね。こういう風にあのガーってやってる人多いと思うんですけど、色です、これ。あとなぞるだけでコンボできます。あー、ミスった。自分が正しくないことなんて、制限時間が限られてまして、あなたたちに恨み、まあいっぱい倒すとポイントいっぱいもらえるよって感じです。戦い続けるしかないんだ。ちょっとシビアなんだよな。彼が復活しなかった。私は。で、キャラをタップで必殺技。これはたチュートリアルでやってると思うんでわかると思います。まあ、溜まったらさっさと打ちましょう。永遠なんてない。必ず彼を復活させる。はい、タイムアップ。いつかみたいな感じですね、お掃除は。まああのお掃除多分時間で溜まるんで、溜まってたらお掃除してあげるっていうのがいいと思います。倒した相手に同情などしない。まあちょっとあとはもうローディングやばすぎるんで口頭で話しますけど、クロスストーリーをね進めることによって、いろんなねキャラのジョブも解放されていきます。であと最後ね、
補足もう一つで、ギルドはね、2章の10節クリアで確か入れるようになって、まあ、作ることもできるんですけど、まあ、注意点がありまして、あのギルド戦のね、確か1時間以内ぐらいかな、30分以内か1時間以内ぐらいで、かつギルド戦の時間、ギルド戦の最中とギルド戦の、前1時間ぐらいはあの申請することできないので、あのできればできればじゃないや、あのギルド戦のね間近じゃない時にねギルド、申請は行いましょう。まあ以上ですね。ちょっとまともにまだプレイができないので、明日のねメンテ明けね、ちゃんとプレイできることをね祈っております。開発陣の皆さん頑張ってください。それではね、ご視聴ありがとうございました。Stay.